白い天井と白い壁。今日も明日も明後日もずっと治療と検査の毎日。それが私の小さな世界。先生、今日は遅いな。お兄ちゃんも最近なかなか顔見せてくれないし。よし、今日はヘルメスに様子を見に行ってもらおう。ヘルメスは他の子たちと違ってパスワードの解除や大人の話すことを理解できる優秀な子。でも謎々好きでちょっと変わり者。あとはすごくマイペース。いい子だからお兄ちゃんに会ったらちゃんと会いに来てって伝えてね。ヘルメスは何も言わずに部屋を出て行った。本当に分かってるのかな。ヘルメスが部屋を出てしばらくすると、白い白衣のようなジャケットを着たお医者さん。そう、先生が部屋に入ってきた。先生、遅い。私がそう言うと、先生は決まって笑顔なのに、言葉は一言で、会議って言う。笑顔といい、口数の少なさといい、どことなくお兄ちゃんと先生は似ている。他の人とあんまり話したことなんてないから、わかるはずなんてないのに。そんなことを思っていると、先生が笑顔を落として口を開いた。どうやら私の体は、ここ最近調子が良くないらしい。それは、私が一番わかってる。だってもう、動かせる部分は、頭を少し傾けることと、おしゃべりぐらいしかできないんだもん。でも悲しくない。私には先生、お兄ちゃん、ヘルメスやアークたちがいるもん。ヘルメスたちは死なないし、きっと私のことはずっと覚えてるはず。なんたって、私はみんなのリーダーなんだから。先生が最後に、間もなく完成する技術の適性が、私にはあるから、その準備ができ次第、テストに取り掛かると説明してくれた。失敗すれば、命を落とすらしい。でもその意味は、私にはあまりわからなかった。私は先生に、いつも通りこう言った。いいよ。